さあ第1ラウンドです。今の両選手のコーナーでの表情いかがでしょうか。具志堅が意外に落ち着いてるんで、びっくりしてるんですがね。この右がずっとやはり出続けなきゃいけませんね。そういうわけですね。サウスポースタイルは日本の具志堅用高、沖縄県八重山郡石垣島の生まれです。おお、この右、これは怖い。あれ、この具志堅という人はあんまりクリンチもしませんし、非常に綺麗なアウトファイトからインファイトに持ち込んでいく、いわゆるボクサーファイターですよね。そういうわけですね。ボクシングは綺麗ですよ、はあ、しかしグズマンのミニフックにはスピードありますね。そうですね、ストレートもありますけど、はい、非常にこの両者は真面目で練習熱心で、そういうところは非常によく似ております。もともとグズマンは左利き、それをボクシングに入るときに右に直したという。今でもナイフフォークどっちの手でも使えるよと言って笑っておりましたが、あと怖い、これが怖い右です。チャンピオンの右、とにかくグズマンは1回ナックアウトが11回ですか。はい、1回目は気をつけないといけませんね。そうですね、1ラウンドは要注意です。特に高い構えでいるこの右の拳、これが非常なスピードで飛んでまいります。左右の攻撃、サウスポーに対してはやはり右を多用するというのがボクシングの常識ですが、グズマンの右はまだ本当にもう一つ伸びていません。なかなか具志堅は構えもいいですね。硬いですね、ガードは、はい、もしきりに右から攻めます。ちょっとグスマンの左の顔面が好調してきました。やっぱし右が狙ってますね。はい、第1ラウンド終了です。グニさんの採点は5対4と早くも差が出ました。具志堅が取っております。練習の時にも非常に朝早くからきちっとこの3人は用意をしております。そういった意味でのこのチャンピオンにかけるトレーナー、プロモーター、こういった人たちの二人三脚というか三人六脚というか、その辺のコンビネーション非常にいいです ね。あのボクシングはリングの上では一人ですけどね、はい、やっぱりチームワークというのは必要だと思うんですね。そうですね、ちょっとグスマンの左の目の縁が赤くなっています。このあたりは第1ラウンドかなり具志堅の右が当たったかと思いますが、いかがでしょうか。郡司さん、当たりました、はい、あのやはり接近して右を封じた方がいいですね。あ、そうですね、左というのはやはりチャンスに出したいですね。そういうわけですね、右からチャンスを作り出したい具志堅。具志堅の顔はもう全く今のところ変わっておりません。褐色の肌のホアン・グスマン、この右です。これは危ない、いきなり出してきます。ちょっと今のは効いた感じでしょうか。効きましたね、はい、狙ってますからね、ホアン・グスマンは足を使うべきでしょう。カウンターになりますから怖いです、怖いですね。青コーナーからガードを上げろという声が飛んでいます。アマチュア歴が非常に長いというヨネクロジムの中島選手がパートナーを務めたんですが、その時に具志堅選手が右を振ろうとする時にふっと左が下がることがある、ここに右が当たることがある、あれは要注意でしょうと言っております。ああ、いい当たり、左入った、左入った、チャンスだ、具志堅チャンスだ、さあどうだ、取らない、これでも当たる、具志堅の見事な連打、やりが見事に効きました。まだ第2ラウンド時間は十分あります。
をどう攻めるか、どう料理するか。チャンスがあったら一気に行くと言っていた具志堅ですが、あまりここはまだ無理をしない方がいいような感じもしますが、どうでしょう。離れると危険ですよ。中途半端な距離は危ない。激しい打ち合いになりました。第2ラウンド、おっ、飛ぶ、危ない、無謀、中途半端な距離は危ない。しかし具志堅攻める、右当たった、全チャンス、再びちょっと左が流れてますね。もう少し今の、ああいう打ち方をしたい。具志堅チャンスです。左のアッパー、グスマンも左の右のアッパーを返します。左の振りがちょっと大きい。時間はあと8秒切った。すごい打ち合いになりました。左当たった、さあどうだ、あーダウンダウン、その前にゴング、その前にゴング。軍司さんの採点は5対2、具志堅です。スローモーションで今の2ラウンドの最初のダウンをご覧いただきましょう。この左ですね、最初の右が浅いパンチ、そして左がカウンター気味にいきましたね。さあ3ラウンドが始まりました。ここは一つの大事なラウンドです。ここで気をつけないと、果たしてこの1分間の休憩でどのくらいグスマンが回復しているかどうか。このインターバルが怖いですからね。この目はいかがですか、グスマンの。わからないです、ちょっと。あーっと今身が出た左、具志堅の左が当たった。ちょっとグスマン足に来ています。膝が伸びています。足を使い始めました。具志堅のやはり左ストレートは素晴らしい。左のストレートアッパー、猛烈な連打。しかしグスマンも頑張ります。なかなかいいパンチが当たってるんですがね。コメスキーをやった時のあのナックアウトのと同じですね、はい、素晴らしい攻撃ですが、グスマンはまだ足が完全に戻っていません。ちょっとさすがに具志堅も少し打ち疲れましたか。そうですね、はい、ちょっと攻撃が上手に戻りましたね。左をなるべく下げないようにしたいですね。あれだけ打てばちょっとやはり疲れるでしょう。もう特にグスマンの方はパンチが少し大振りになっていますから、あまり当たらないけれども当たると一発のカウトの威力も秘めています。スピードがありますからね、グスマンのパンチも、はい、ちょっと左はオープン。第1ラウンドからかなり激しく具志堅が攻め立っています。それにしてもまあこれが初挑戦の若者とは思えないぐらいの強気のファイトですね。そうですね、グスマンのこの右は怖い。具志堅も左を返した。ちょっと危ない、左当たった、ちょっと具志堅足がクラッとした、危ない、右のアッパー、左のアッパー、右のアッパー、危ない、具志堅打ち返した。すごい試合です、すごい試合です、最近にない好試合。さすがにチャンピオン頑張りました。しかしまた具志堅も頑張ります。これは軍司さん素晴らしい打ち合いです。いい試合ですね、場内から思わず大きな拍手が起こりました。3ラウンド終了、軍司さんの採点5対4と依然具志堅がこのラウンドも取っています。背中が見えているのが高橋トレーナー、顔が見えている向こう側、今こちらを見たのが金平会長、そしてこちら側が渡辺トレーナーです。競泳の首脳陣、
さあ、グスマンの右が一発当たりました、左が当たりました。あれの影響は具志堅いかがでしょうか。痛いでしょうね、はい、効いてると思いますよ。相当な強いパンチでしたね、やはりもともと左利きだそうですから、右にあまり注意を奪われるとああいうパンチが怖いですね。案外ね、ちょっと頭が危ない。しかし具志堅も気の強い選手です。日頃は非常におとなしくて声もボソボソ言って半分ぐらい聞き取れないぐらいの感じなんですけれども、リング上ではご覧のように非常に素晴らしい突進力を見せます。わずかこれがプロ8戦で世界タイトルに臨む若武者とは思えない感じの具志堅用高です。赤いトランクスがチャンピオンのバングスマン、グスマンちょっと左を狙い始めましたよ。あっと右が来た、危ない、ちょっと足が揃うと危ない。今度は少しグスマンが落ち着いてきました。ちょっとこのラウンドグスマンのペースが出てきた。あー、入った、いい感じ入った、いい根性ですね。素晴らしいですね、両者ともに。具志堅、さあここはちょっと要注意ですよ。あ、左当たった、グスマンちょっと足が揃った。具志堅チャンス、具志堅チャンス。しかしグスマンもさすがに当たった、ダウン、具志堅の左、さすがに素晴らしい。カウンターがよく聞こえません、カウンターが聞こえない、場内騒然。これで3回目、3回目のダウンを喫しました。グスマン左、右のアッパー空振りです。チャンピオンも頑張ります。具志堅チャンス、まだ30秒ある。チャンピオンも右を狙っています。左のアッパー、ものすごい試合になりました。世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、左、チャンピオンのまた足はちょっと回復してきたか、あっと効いた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 、あと5秒あと5秒、どうだ、グスマン頑張った、グスマン頑張った。ものすごい打ち合いのうちに4ラウンド終わった。郡司さんの採点は5対3と、またまた具志堅が取っております。郡司さん、今のまたダウンシーンを見ましょう、はい、やっぱり左が軽く覗いてますよね。そしてこの後の左、もう一回右が出て、枝ですね、素晴らしい連続攻撃ですね。本当に最近には珍しい素晴らしいストレートパンチャーの具志堅、さすがに金平会長が100年に1人出るか出ないかという名選手になるだろうと言っておりましたが、素晴らしい試合を展開しています。左ちょっと浅かった、少し具志堅に力が入ってますか、どうでしょう郡司さん。そうですね、いやいや、この辺で疲れてくるんじゃないですか。はい、ジャブがないから楽に入れるんですね。あ、なるほど、グスマン左を忘れてるわけですね。そうなんですか、右のカウンターばかりを狙っている感じがあります。右のアッパー、具志堅の鼻血がまた少し出てきました。グスマンは時々足が揃います。ここに左が当たればまた具志堅のチャンスが生まれます。ただ具志堅長い回をやってませんからね、はい、そういう点が失敗になってます。そうですね、チャンピオンの左の方からもちょっと血が流れてます。だいぶ出てます、目の下ですね、目の下少し切れました、ちょっと腫れたところが破れたという感じで血が流れています。右、右当たりました、
グスマンは足を使おうとするがすぐに止まってしまいます。依然として具志堅は左のストレートが非常にスムーズに出ます。4ラウンドまで郡司さんの採点は具志堅パーフェクト。先手を取ってますからいいですよね、はい、具志堅は。そうですね、問題は長いラウンドに入った時のスタミナ。したがって具志堅とすれば早いラウンドで決めたいでしょう。後半戦がね、はい、問題になってきました。そうですね、しかも相当前半打って打って打ちまくってその疲労もあるでしょうか、それがありますからね、この辺で勝負決めたいですけど、決めたいですけれどもね、やっぱりここはしかし1ラウンドぐらい具志堅も休みたいですよね。まあそういう作戦もあります。ああ、果たして青コーナー側はどういうふうにその辺の作戦を授けておりましょうか。このラウンドはあまり具志堅も強引には攻めません。しかしこの距離はいかがですか。なかなかいいんじゃないですよ、この具志堅のペース。そうですね、左左、グスマンの左右はいずれも空振りに終わってちょっとローブローになりました。でも具志堅も痛みつけられましたね、だいぶ。そうですね、だいぶ鼻血も出ましたしね、この辺で少し多彩なパンチを出し始めました。ファン・グスマン、ここでゴングが鳴りました。郡司さんの採点、また5ラウンド5対4と具志堅が取っています。チャンピオン側ですけどね、はい、左目の傷は大したことないようなんですが、はい、口をだいぶ切ってるようです。どこですか。あの口の中をだいぶ、口の中を、はい、あ、そういえば今プッと吹き出した水が相当赤く濁ってました。そうですね、ジョンさんどうもありがとうございました。赤コーナーチャンピオンサイドのレポーターはテレビ山梨の知能アナウンサーです。知能アナウンサーの報告にもありましたけれども、目の下の傷は現在今血は確かに郡司さん止まってますよね。止まりました、口の中が切れてるってのはやはりあれだけダウンを食えばね、圧迫をしてますからね、ストレートがまともにあの辺に当たってるはずです。また左、今度は具志堅が右を使い始めました。しかし先ほどから左が当たっている時は必ずと言っていいほど右が軽く当たっています。やはりリードパンチというのは本当に大事です。左、左、グスマンミニストレートも出ませんね、やはり試合は相手によって変わってきちゃうんですね。そういうことですね。岡部さん、あの辺でミニストレートを狙う、挑戦者のコーナーですが、はい、やはりね、ガードを上げろ、ガードを上げろ、特に左を上げろと言ってますね。左を上げろ、はい、青コーナー側は NBS のジョーのアナウンサー、やはりあの右は警戒しなきゃいけないという意味でしょうね、そういうことですね。今のようなパンチがあのまともに来たら怖いですからね。出し始めました、また、はい、グズボンも。しかし具志堅はよく手が出ます。今のところ3分の1を割っていますが、圧倒的にポイントは具志堅が取っています。これまでチャンピオンのグスマンは3回3度のダウンを喫しています。スピードがなくなりましたね。スピードがなくなりました。左、右のアッパー、左から右のアッパー、また口の中から血がにじみ始めました。チャンピオンのグスマン、ドミニカの小さなフォアマンと騙されまして、非常に強烈な右のストレートを誇っておりますこの選手ですが、今日は具志堅の素晴らしいボクシングの前にたびたびマットに立っておりますが、さすがはそこはチャンピオン、よく立ち上がっています。顔はフォアマンによく似てますね。はい、似てますね。しかしなかなかグスマンのペースになりかかっては、後半また具志堅が非常にうまく反撃をするので、なかなかラウンド取れませんよね、この調子では。そうやりですね、また左、また右当たった、左、非常に右が連続して当たった後、左、また左、実に忠実に右から左と攻めます。第6ラウンド終わりました。グスマンの採点、また5対4と6ラウンド具志堅が取っております。とにかく
夏というのはどうも水分を取りすぎていけないけれども、このくらいの秋から冬にかけての気候になると水分を取らないで練習ができるので、その辺は非常にいいんだということを語っておりました。今日も日中はかなり温度が上がりました、この甲府でありますが、朝晩はやはり相当な涼しさでありまして、その辺非常に具志堅にとっては有利でありましょう。まあ上と無理しない点も有利ですね、腰が落ちかけるようないい左のカウンター気味のパンチが取っています。でもあれですね、あのマハチャイはこんなにパンチ食うと、後半前半過ぎですね、はい、あのちょっとまずいんじゃないですかね、がっくりスタミナなくすでしょうね、はいはい、しかも3ラウンドから非常にボディ攻撃を見せ始めました具志堅ですので、これが効いてくると思います。体式ボクシングも数多く経験しております。試合のペースはもう具志堅一方的ですね、そうですね、はい、大体5発か6発に1発ぐらいですかね、はい、そうですね、返してくるところは相手出しても当たらないですよね、具志堅は防衛戦を2つ15ラウンドの最初のリオス戦はダウン、それから目の上を切った苦しい判定勝ち、後半ポイントを挽回しての逆転判定勝ち、そしてその後の丸川の試合でもたびたびチャンスを迎えながら、やはり金平会長そして本人も手綱を締めまして無理をせず判定勝ちを収めまして、2度防衛、そして3度目の防衛戦はやはり1年ぶり、そろそろノックアウトが欲しいということを本人も言っております。モニシャムは23歳という若さですけれども、この試合を最後にしてもしかしたら引退するかもしれない、つまりそのくらいこの試合にかけるものがあるんだということを言っております。今日はタイから放送局の関係者が参りまして、衛星中継でタイへこの模様を送っています。それだけにモニシャムとしても必死で頑張りたいところでしょうが、今のところ具志堅のペース、左のアッパーが右のアッパー、当たりますね、当たりますね、あのアッパー、左のアッパーが当たった、今度は左のストレート、モニシャムも左を打って返しますが、どうもやはり単発です、モニシャムの攻撃、右のアッパー、左のアッパーも当たった、いいようにパンチを出しています具志堅です。しかしここで気持ちを引き締めるように、じゃあもう高田右のダブルトリプル、もう一発打った、さあ右のコーナー詰まった、右のコーナー詰めた、具志堅アッパー攻撃、アッパー攻撃、ボディから顔面、さらに右のジャブを出して、右のストレート当たった、さあチャンスだ、チャンスだ、バルガスはすぐ出てくるか、もうその表情は本当に疲れ切っています、なかなか立てない、なかなか立てない、あ、止めるか、いや、そのままです、そのままです、自分のコーナー腰が落ちかける、しかしバルガス頑張った、右ナンパ、左のストレート、チャンス、バルガスこの試合何回もスタンディングカウンター取られたが、初めてマットの上に倒れました、初めてキャンバスに倒れたがフォデスト、ストップを命じました加藤レフェリー、左のアッパー、あっと右のアッパー入った、左の服、右の服、左は空振りだ、左ストレート、右のアッパー顎を捉えた、具志堅の猛攻、具志堅の猛攻、上体を捨てやっとパンチを受けます、リオス右を振るった空振り、もうあまりスピードはありませんが、スピードはないがパンチが当たる具志堅、リオスはバランスも、ね、グロッキーなんですよね、グロッキーですね、もうチャンスですね、チャンスですね、リオフの左、左、左、当たった、チャンスだ、チャンスだ、チャンスだ、具志堅攻める、具志堅攻める、時間がもうあんまり残ってない、あ
があんまり聞こえませんでした。しかしファーストストップです。ノックアウト。力つきましたね。力つきました。力つきました。ハイメリオス具志堅苦しい試合でしたが勝ちました。これで3試合ノックアウト勝ち。第4ラウンドの具志堅の猛攻をご覧ください。顔面ちょっとガードが高くなる、あ、少しこう突き上げたような感じになりましたですね。そうですね、それとねスピードがありますね。そうですね、はい、岡部さん、はい、平原さんどうぞ、挑戦者側ですけれども、宮沢さんどうぞ、はい、チョン選手の傷なんですけれどもね、はい、左の目の上長さが3センチ、はい、ああ、右当たった、右当たった、左のクマ当たった、ダウンです、ダウンです。ちょっとどうでしょうか、すぐに立ち上がりましたが、やや選手をしている感じは本人はやりたがってませんね。あんまりやりたくないという感じ。結局ストップ、ストップ。第5ラウンド結局戦意を失いました。これで5試合連続ノックアウト勝ち、そして6度目のタイトル防衛という日本のタイ記録を作ったわけです。具志堅用高、今のは郡司さん10秒近く余計に戦ってたんじゃないですかね。だいぶやらされたんですね、はい、さあ第7ラウンド果たしてどうか。マルカーノはもうノックアウト寸前という感じでした。7ラウンド始まりました。注目しましょう。しかし具志堅も相当この前のラウンドはパンチを出しているか、疲れているか。右左右のアッパー、相手を流し左、右当たった、すごいパンチだ、すごい攻撃だ、具志堅のすごい攻撃。マルカーノダブル、ああ、うまい、ワンツーで素晴らしい。マルカーノしかし起き上がろうとしています。ダメですね。カウントは8、9、カウントダウト。具志堅7回目の日本新記録、タイトル7度目防衛、見事なノックアウトで飾りました。6ラウンドのボディ攻撃、これが一つの試合の一つの分かれ目になりそうです。でもね、はい、従来のやはりスパッとした、ね、当たりはまだないんですよね。そうですね、特に最近ノックアウトノックアウトで勝ってきている具志堅にしては珍しいようなまずいボクシングをしています。右のアッパーから左の服、ロペスも左右の服を打って返します。特にあの左をミスすると具志堅がミスしますと右が危ないですよね。そうですね、倒されますからね、はい、あ、